こんにちは。こんにちは。フリースピリッツです。はい、本日はもうすぐクリスマスということで、友人に贈りたいクリスマスギフト参戦。おはい。ご友人ですか。そうですね、友達間でプレゼント交換会をしたいっていう方に、おすすめしたいギフト。なるほど。参戦っていう形で、川小物雑貨屋フリースピリッツのスタッフが、おすすめを選んできたので、それをご紹介したいと思います。はい、お願いします。はい。1点目はこちら、ビアベリーさんのグランホップになります。はい。こちらなんですけれども、割と最近2023年の後半で、下半期に登場したモデルとなっております。はい。もともとは小さいコインケースのホップというモデルがあって、カードサイズに合わせて大きくしたというモデルになりますね。なるほど。で、こちらのセレクト理由が、マルチに使えるからっていうところが一番大きなところです。はい。で、こちらなんですけれども、開けていただくと、このような形で、まずこちらにリングがついているのが目に入ります。はい。こちらのリングなんですけれども、そのままこう鍵をつけていただいてしまうこともできますし、この中にこのまま入れてスマートキーをコロンと入れるとかっていうこともできたりします。はい。で、もし不要な場合はこちらパチンと取っていただくことができるので、そうなんですね。はい。もう嬉しい設計となっております。嬉しい。まあですね、このコインケースの形としてはこんな感じでポコッと開くような形状なんですけれども、このヌメ側の仕切り見えるかなと思います、はい。はい、なんか書いてありますね。そうなんですよ。うん、これ実は、まあ、仕切りとしてもこのまま入れて使えるんですけれども、これ取っていただくこともできて、おー。これはこんな感じで、はいはい。実は文字がたくさん書いてあるんですけれども、牛の皮の種類が書いてありますね。なるほど。生後6ヶ月以内の牛はカーフって呼びますとか、6ヶ月以上の子牛の皮はキップって呼びますとかっていう風な形で皮の種類のお名前が書いてあります。なので普通に勉強になる勉強になります、ね、皮にちょっと詳しくなれるっていうものでもありますね、で仕切りを取っていただくと、はい、こんな感じでガバッと大きく使えるコインケースになりますし、仕切りを入れていただいた状態ですと、こんな感じでこっち側、手前側にコイン、後ろ側にちょっとお札を入れてしまったりすることもできます。背面には、フェスにもございました。この吹き出しのポケットですね。かわいい。これめちゃくちゃかわいいんですよ。今ちょっと文字が、QR コードの端とかがね、切れて見えたりするんですけれども、こんな感じでおじさんが何か喋ってるような、でも何かはわからないっていうような雰囲気の、見た目になってくれます。なるほど、はい。こちらに IC 系の交通系 IC 入れてもらえればこのまま反応するので、キーケースとコインケースと定期入れカードケースを兼ねることもできますし、なるほど、これ一つでお財布にもなる、スマートキーと普通の鍵をまとめることもできるし、ポーチとしても使える、めちゃくちゃマルチなアイテムっていうことで、1個あっても困らないんじゃないかっていうことでセレクトさせていただきました。めちゃくちゃ使い勝手が広がりますね。めちゃくちゃ使い勝手広がります、もうコンパクト財布が好きな方はこれだけでお出かけできるかもしれないですね。2点目はこちら、ブラウンブラウンのレタークラッチバッグとなります、はい。こちらもまた別のおじさんミスターブラウンのロゴがおしゃれなブランドさんでございますね。で、こちらのセレクト理由としては、クラッチってアクセントになるっていうところが大きなところです。はい。で、クラッチってなかなか自分で買うっていう方そんなに多くないのではないでしょうか。特にブラウンブラウンさんのクラッチって普段使いで使えるカジュアルめのクラッチになります。なんですけれども、1個持っておくとちょっと上品だけど、ミリタリーとかアウトドア系のスタイルにも合わせやすい、確かに、カバンで、この1個持っておくだけでアクセントになるデザインっていうのもすごい魅力かなと思います、機能性としても中開けていただくとこんな感じで、よいしょ、こんな感じでシンプルな形のクラッチバッグになるんですけれども、このまま長財布をしまえたり、英語のノートとか
をしまうこともできたり、必要十分な量はちゃんと入ってくれる、で気軽にお出かけができるようなタイプのおカバンとなっております。なんかこうステーショナリーバッグとして、うん、大きなカバンの中にこう入っててもおしゃれですね。確かに、うん、バックインバッグみたいな形でね、うんうん、大きなトートからこれが出てきたらめちゃくちゃ可愛いと思うんです。可愛い、うん、はい、そういう意味でも、うん、おカバンの中を整理する、あるいはもうこれ単体で持ち歩く、これも結構マルチに使えるアイテムかなと思います。いいですね。なんかあの便箋とかレターセット入れて、うん、確かにカフェで過ごしてほしいですね。なんかおしゃれ、こう開けた時にこの中から便箋とかペンとか出てくる感じ、ね、めっちゃ可愛いですよね。可愛い。ということでスタッフもテンション爆上げのレタークラッチでした。3点目はこちら、レンマのショルダーバッグです。はい、はい、こちらなんですけれども、さっきのレタークラッチはこう1個持ってアクセントになるという理由でセレクトをさせていただいたんですけれども、うん、こちらのショルダーバッグは逆にどういうお洋服にでも馴染みがいいと思いますね、うん、確かに。こんな感じで普通のカジュアルスタイルに持ってもいいですし、うん、寒い時はこの上からアウターを羽織るっていうこともできるぐらいのコンパクトさとなっております。確かに薄いですね。そうなんですよ、うんうん、薄いんですけれども街は底側にしっかりとあるんで、長財布、携帯、ハンカチっていう風に必要なものをこれも持ち歩いていただけるタイプのカバンとなります。なるほど、はい、で色展開も馴染みがいい革っぽい色の4色で展開されてますのと、はい、実はこの紐がですね、こう1本がぐるーっと回ってるような形になってまして、はい、よいしょ、で長さ調整も結構簡単にしていただけるので、うんうん、まあ、その日の気分で長くして斜め掛けにしたりとか、うん、あるいは短くして前に持って、あるいは肩掛けとかっていう風にスタイルをいろいろ変えて楽しめるタイプのおカバンとなっております。で価格帯としても友人の方にプレゼントしてめちゃくちゃ重たくはなりにくい、うんうんうん、選びやすいおカバンかなと思いますので、こちらもセレクトさせていただきました。はい、はい、ということで本日は友人に贈りたいクリスマスギフト3選という形で3つの革小物カバンをご紹介いたしました。はい、それぞれの、商品の URL は概要欄の方に、リンクを貼っておきますので、ぜひ気になる方はそちらもチェックしてみてください。はい、では最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございました。